本当のこと言えや。お前は何者や。ただのハリシとちゃうやろ。なんとか言わんかい。わしも元はあんたと同じ殺し屋や。なんやと。大陸系の組織に雇われとった。最後に仕事したんは半年前や。半年前。確かあんたがこの子拾ったんもその頃や言うてたな。よう覚えとったの。せやけど考えてみ、組織に監禁されとる女がおったとして、どないしてわしがそれを拾えんねん。道端にでも落ちとるか。半年前わしは組織に雇われて韓国系の連中を襲撃した。女のしのぎめぐってごたついとったんや。そん時までにこっちも何人かやられとった。倉庫におったんは二人。そいつらを始末してみると、そこに半裸の女がぎょうさん監禁されとってな。鍵開けた途端みんな我先に逃げよった。けどそん中に一人だけ身動きできん子がおった。それが。ああ誠や。この子は見えん目でわしの手探してな、ぎゅーっと握って離さんかった。泣きながらありがとうを繰り返して、わしはその小さい手どうにも離すことができんかった。あんたはそれ以来の親代わりっちゅうわけか。ああ、せやけどわしも昔はほんまの娘持つ親やった。小さい時から病気がちでな、薬の副作用で最後はよう目が見えんようになった。その仕草があん時の誠と重なり合うてもたんや。真島、わしはもう自分より先に娘行かせるわけにいかんねや。娘守るためやったら赤の他人なんぞいくらでもぶっ殺したる。それがええことやないことも分かってる。せやけどもう他に手はないんや。お前にも手貸してもらうで。真島、お前の雇い主に誠殺した報告してもらわなあかん。だ。はあ、極道舐めすぎや。そんな小細工すぐバレる。せやったら他にどんな手があるっちゅうねん。言うてみ。話やしまいや。俺はお前の計画には乗らん。そうやってまた逃げんのか。わしにはわかるで。お前が片目なくしてもたんも備えして逃げてきたからやろ。なんやと。なんやかや理由つけて己の手汚さんとずっと自分を正当化してきたんとちゃうか。けどお前も所詮元は極道やったんや。一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒。せやったら腹決めて地獄落ちたらんかい。お前が俺の何を知っとるんやボケ。最後にもう一遍聞いとく。わしの話に乗る気はほんまにないんやな。ないな。そうか。そしたら黒に染まった門の竜に教えたるわ。どの道わしの計画知ったからには生きてここから出すわけにはいかん。死ねえや真島。
マジマ、ほんまに身代わり立てるしか手がないんや。黒崎誠を守りきるには誠の死体が必要や。このままやったら
いつか誠んとこにお前以外の殺し屋が来る。それより前にお前もやられるで。なんでそれがわからんねや。それやったらそれで、俺が向かってくるもん一人残らずぶっ殺したらば。なんやと。そんなできるわけ。確かに一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒や。そっから抜けることはできんけどな、それでも噛みつく相手選ぶくらいはできる。それが俺の流儀や。おい、やめろや。風邪ひかんように見といたれや。あんたはその子の親代わりなんやろ。